い、近年の小川を写真で振り返ろうのコーナー。なんなんすか、なんか今日なんか一人なの私。はい、そう、声でちょっと斉藤さんいてくれてるんですけど、私は一応声で天の声。やっぱ小川さんのワンショットが欲しいなっていう、はい、本当ですか、思いまして。やっぱりありがとうございます。はいはい、小川さんワンショットぜひやってみたかった。ありがとうございます。で、一応ラジオをね、はい、この YouTube の前にやってたんですけど、はい、やってました。そこでは小川さんが毎週毎週、うん、先週こんな仕事してました、あ、やってた、やってた、報告してたじゃないですか、はい、でも YouTube から見てくれてる方がいっぱいいると思うので、小川さんが近年の小川のことを振り返ってないなと。あ、確かに。まあハロプロのね話とかモーニングの時代の話は柳さんいるとよくそこら辺までは振り返るんですけど、はい、フリーになってからってことですかね。そうですね、だからここ5、6年、そっか、うん、7年ぐらいですか。そう、私2015年からフリーで今活動してるんで結構もう経つんですよ、うん、言うたら結構前からやってますよね。そう、8年目ぐらいですか。すげえ。意外とで、はい、まあ、やっぱり小川さんの、まあ、ファンの方とかで、はい、まあ、インスタとか毎日のように追っかけてる人、うん、人は多分分かってると思うんですけど、はい、こう小川ライトユーザーの方がいると思うので言ってくれるかな、はい、はい、ありがたいなので、うん、ちょっと近年の小川さんの仕事とプライベートをちょっと写真で振り返ってください。僕が気になってるところいいですか。いいですよ。よく MK チーム、あー、はい、はい、一度僕もあの MK チームがやってたカフェ、サババーガーのカフェ行かせていただいたんですけど、はい、そうだ、来てくださいましたね。そこと、うん、もう出会いとか思い出とか今はどういう仕事してるとか。あ、そうですね、じゃあ MK チームに出会った時の写真あるかな、はい、一番最初それこそ MK チームと出会ったタイミングってちょうどコロナ禍だったんですよ。ああ、これかな、これ一回でも載せてるかもしれないな、はい、これ写真で初めて MK カフェのオーナーと食事に行った日なんですけど、小川さんのメイクが違う。そうかも。ダメかなこれ。焼肉のね、お新大久保でやってる AKB の方がやってる焼肉に初めて連れてってもらって、あら、そこで MK チームの菊池さんとも、菊池さんも若いな。若い。それで何年前か、3年前ぐらい。これが2020年の6月だ。あ、じゃあ3年前。3年前、3年ちょいな。そう、この時にコロナの時に MK チームの、別の、スタッフ何もいるんですけど、鶏カツを専門に担当してた上山選手っていう女性の人がいるんですけど、その人が私の DM に連絡をくれて、実はこういう新大久保でサバーバーガーっていう米粉のパンを使ったハンバーガーをやっていましてっていうところで、で、小川さんそのパンが好きっていうみたいなので、インスタ見てたら、うん、もしよかったらなんかコラボをしませんかっていうお話を DM でいただいて、最初 DM です。 DM でいただいて、でもまず一度ぜひ食べに来てくださいみたいな感じで、で、それがきっかけで一度お店に食べに行かせていただいて、でそこからじゃあぜひやりましょうみたいになって、でその後にその1週間後ぐらいに菊池さんとじゃあ食事に行くって、あの MK カフェのオーナーの、はい、でスタッフの方と3人で最初ゆうさんと3人で行ったんですけど、その時めちゃくちゃ意気投合して5時間ぐらいずっと喋ってたんですよ。でなんかそのスタッフの方によると、菊池さんって結構そのなんて言うんだろうな、割といたとしても2時間ぐらいで割とその自分は帰るみたいな感じが多いらしかったんですけど、はいはい、初めて会った人で5時間いるってなかったらしいんですよ。へー。でその次の週に菊池さんたちでめちゃくちゃウォーキング行く人たちなんで、次の週に新宿から、吉祥寺かまで一緒に歩いてめちゃくちゃ歩くんですよ。だからそっから、まあ、仕事はもちろんなんですけどプライベートでもめちゃくちゃ仲良くなって、当時はもう新大久保に週3、4行ってましたね、私。すげえっすね。めっちゃ通ってました。で、そのたんびにウォーキング行ったりとか、もう仕事の打ち合わせ半分、ほぼあともうプライベートみたいな感じで行ってて、で、そっからもう仲良くって、うん、
サババーガーのコラボとしては2回やらせていただいて、でイベントとかでもご一緒させていただいたんですけど、沖縄に行ってからは仕事という仕事はしてないかな。あ、そうなんですか。基本的にはしてないです。だからでも沖縄に行く理由の一つとして MK ができたって感じです。なるほど。そう、今までは沖縄っても旅行っていう感じで行ってたんですけども、沖縄に MK チームが引っ越したから私も会いに行くみたいななんか感じ。だから まず一つその、はい、まあ、いわゆる芸能人じゃないですか、小川さんね。一応今まで、はい、いやいやいや、でもそれが DM で直接仕事の依頼できるって、はい、多分リスナーの方思ってないと思うんですよ。でも今多分多いと思いますよ。今多いですよね。今多いと思います。だから基本的にその元々つながりがあるところだったり舞台とかだとやっぱりそのねメールアドレスとかで来たりするんですけど、新規とかって結構 DM 多いですよ。はあ。あとはその沖縄でお仕事してるのも僕見かけたりとか。あ、そう、沖縄で言うと結構久米染酒造さんと、はい、今でもお仕事結構させていただくことが多いんですけど、久米染さんは MK とは関係ないところだったんですよ。あ、また別ですか。別です。それはなんかメールの方だったかもしれないです、その問い合わせフォームの、はい、そっちから来て、でそことつながって、そこを私が MK と久米染さんをつなげたみたいな、なんか素敵な人たちだからつなげたいなと思って、私が久米染さんに実は MK カフェのチームがあってっていうのを久米染さんに紹介したら、そこはそこでなんか仕事をやられたりとか。久米染さんはどういうお仕事内容ですか。久米染さんは、久米染酒造さん その新商品を出しますよとか、そういうところのイベントに呼んでいただいたりとか、はいはい、まあ言ったらなんて言うんですか、その商品の PR みたいな感じでこう写真撮ったりとか、うん、みたいな感じで呼んでいただいてますね。はあ。なんかトークゲストだったりとか、なんかイベントやる時のそのなんだろうな、なんかエッセンスとして呼んでいただいた。あと僕これ多分オンエアの頃もう終わってるので、はい、すげえ羨ましかったのが、はい、北海道のエスコンさん。ああ、エスコンさん、はい。あれはどういうお仕事？あれはまた別の全然違うところなんですけど、私のなんかお世話になってる方がいらっしゃって、その方が、銀座にある三州屋さんっていう老舗あるんですけど、そこにお食事に連れててくださったんですよ。でそこに三州さんっていうプロレスの方がいらっしゃって、その方を紹介してくださって、でその方はもともと銀座でもやられてるし、エスコンの中でもそのフードコートっていうんですかね、その中でそのエスコンフィールド店として三州屋さん出してたりしていて、でせっかくだったらっていうのがご縁で、じゃあ今度ぜひイベントとして来てくださいよっていうのが一個決まった時に、じゃあせっかくだったら新商品一緒に出しましょうかみたいな話になって、で三州屋さんと一緒に、まあ、私が監修としてじゃあ入るって形で、飲み物と食べ物1点ずつプロデュースって形で入らせていただいて、それを今一応今のところ今シーズンでそのエスコンフィールド店限定でっていうところで販売していただいてて、それのそういうつながりとか全くもともと三州さんと私つながりなくって、そのお世話になってるお仕事の方がお食事連れてってくれた時にその方を紹介してくれてみたいな。でその一番私がそのフリーランスになったばっかりの頃って基本的にもうほぼ舞台だったんですよ、仕事。あー、まあでも舞台もやってらっしゃいますもんね。でも今年私まだ一度もやってなくて、はい、でやっぱコロナになっても結構もう本当にどんどん本数は減ってたんですけど、はい、コロナ前はやっぱり年間に 3,4 本とか普通に立ってましたし。あ、そうなんですね。そう、だから仕事の仕方が変わったって言えば変わりましたね、やっぱコロナになって。最近見るとその今までやってなかったなんかアイドルイベントの MC とかやってません？そうなんです。それすごくないですか？でもっていうのも結局へなぎさんと斉藤さんと一緒に番組やってたじゃないですか、はい、番組へなぎさんはそこのプロデューサーだから出てなかったですけど、一緒に司会やってへなぎさんのアイドルちゃんたちの番組やってたじゃないですか、はいはい、それをやり始めてからですね。でもなんか初めの印象、小川さんって MC とかはなんか私あんまり得意じゃないからみたいな、ちょっと消極的じゃなかったですか MC？ 私時間とかをみんながらやるの苦手なんですよ。だからしかも生放送だったじゃないですか、あれ、はいはい、だからこの枠内にこれを終えてみたいなの絶対できないと思ってたし、はい、なんかそのアシスタントとして入るみたいなのは全然なんて言うんですか、掛け合いだから全然いいんですけど、はい、自分がメインで回すっていうのがすごいプレッシャーで、私は
でも結局そこがきっかけで、でやっぱりそこでもまたいろんなスタッフの方と出会うじゃないですか。 そうですね、でそこで出会ったスタッフの方が今度こういうイベントやるんですけど MC ってできますかっていうのをお仕事で振ってくださったりとかっていうので、結構そのアイドルちゃんたちのステージのなんか MC、ちょっと下枠の MC みたいなところはここ数年で増えましたね。いやだからこう仕事のなんか種類でいうと、はい、フリーランスになりたては舞台が多くて、はい、でちょっとずつイベントが増えて、イベントの方が多いですね。今はだから今年は舞台ゼロ。今年は舞台はちょっとそのお声掛けいただいたところもいくつかあったんですけど、はい、ちょっとその自分の中でちょっと違うかなと思ったものとかもあったりして、あのスケジュール的にもフェーズが変わったみたいな、なんでしょうね、なんだろう、今挑戦したいって思ってるところがなんかその自分がザめちゃくちゃ表に出てっていうよりかは何か作ってたりとか、それこそプロデュースとして関わったりとか、はい、なんかちょっとサポートする側 MC でとかの方にちょっとなんか行ってるんですかね、意識が分かんない。いやこれ本当にドバシ君に聞いてもらいたいんですけど、はい、この前あの小川さんと千葉のローソンファーム千葉っていうところで、はい、やったんです。ファーベストっていうイベント絶対見ました、はい、そう、はい、見てくれてました。で僕がまあその生配信の MC とかやしてもらって、で小川さんがまあスペシャルゲストみたいな感じで一緒にちょっとアシスタントみたいな、はいはい、お話ししたりするんですけど、まあ、その現場でいろいろ決まっていくわけですよ。確かに。でこう、まあ、ロケがあるんですよね、中継ができるそうだったシステムだったんで、野菜の収穫体験とか、あと巨大迷路が作ってあって、そのリポートとかを当日急にリポーターとしてやってもらえませんかって。基本的に全部当日でしたね、あのイベントは、ね、はい、打ち合わせから何からってなった時に、まあそのリポーターをバシッてやるんですよ。いいよ、台本何にもないんだもん。だってリポーターの方のまだ見たことないでしょ、はい、台本ないから、でもさやるしかないじゃないですか、ね、しかも何分やってくださいもあんま決まってなくて、大体こんなぐらいでいいのかなと思って。これできる人いなくない？できないっす。でしょ、台本もないし、そのいわゆる時間もまあ、大体10分ぐらいでっていう、そう10分なるほど、10分台本ないってどういうことだろうと思いながら、だからこれがやっぱり小川誠も僕は真骨頂だと思ってて、やっぱこれをそのフリーになった時舞台だけをやってたのが、だんだんこうイベントやってこうなんかこうフェーズが変わっていき、今はもう台本なしでリポートできるまで。いやでもやっぱあの時はなんて言うんですかね、空気感とかも、あと斉藤さんいてくださったしっていうのでできたっていうのもありますよ。これはだからもう間違いなく小川さんの仕事の幅が広がってるっていう、広がってるのかな、自分の中ではそんな思ってないんですけど、ただでもその舞台からなんかその方向が変わってるなっていうのは自分の中でも思ってるのと、あと自分がそういうところよりも別を選ぼうとしてるなっていうところは自分の中でもなんか変わってきてるのかなっていうのは思ってますね。なんかそう、やっぱり一番大きかったのはそのコロナっていうのもありました。正直舞台っていうものがやっぱりやりづらくなって、はい、人を集める、その人が集まるっていうところができなくなった時にどういう風に動いていこうかなと思った時に、まあいろいろ自分の中でも考え方変わったりはしたんですけど、まあ、じゃあ今欲しい仕事のパターンとかあれば、はい、この、はい、関係者の方見てるかもしれない。見てますね。この仕事私くださいって。あ、そうですね。だからさらにその次のフェーズに移行するために。どうしよう。なんかものづくりのプロデュースっていうのは今すごい面白いなと思っていて、なんか。まあ本当に自分の夢で言えば、やっぱり自分のオリジナルベーグルを販売するっていうのはめちゃくちゃありますよ。パンが好きなのでやっぱりっていうところはあるんですけど、なんか自分の何度か私多分言ってると思うんですけど、いろんなところで子供とエンタメで何かこう私がサポートで入れたりとか、子供たちとの何かエンタメ作りみたいな何かに協力できないかなとか常に結構思ってますね。絵本なのかわかんないけど、なんか子供たちと体を動かしながら、なんかみんなで楽しいことしようよみたいな、なんていうんですかね、まあヨガでもいいし、まあヨガでもいいし、なんか一緒に踊ろうかみたいな、そんな本気のプロの何かとかではなくて、なんかそう子供たちとエンタメで何かできたらな。いやなんかだから、うん、これ見てる関係者の方とか、まあ企業のねお偉い方とか見てくださってるから、ぜひあの小川さんにお願いしたいところで、もう今でも DM 開放してるんです、ね、はいはい、もういつでもいつでもいつでも何でも、はい、できないことはできないって言いますので、はい。
できることであればもう挑戦させていただきたいというのをいつだって思ってますので、はい、新しいことにはチャレンジしたいなと思ってます。何かあれば、はい、ぜひともよろしくお願いします。ひまわりベーグルパンパンパン、オタクなヘナギだポワポワポワ、三人井戸端スマイルモーニング。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。